任期満了に伴い来年1月に実施される高島市長選挙の立候補予定者説明会が昨日行われ3つの陣営が出席しました高島市ではこれまで3期12年にわたり市政の舵取りを担った福井正明現市長が現任期での引退を表明しています昨日の立候補予定者説明会には すでに立候補の意向を明らかにしている2陣営に加え検討中とする個人の3つの陣営が出席しました説明会では選挙管理委員会から立候補の要件や選挙戦の注意点などの説明が行われ出席者らが資料を確認するなどしていました高島市長選挙にはすでに NPO 法人理事の北川渉さん39歳と元市議会議員の今木勝信さん55歳の新人2人がいずれも無所属での立候補の意向を表明しています高島市長選挙は来年1月19日告示26日に投開票されます